そっちかい。うわ、泣く泣き虫。うん、かっこ悪い。プロ、今の何？一人時間差。昨日テレビの試合でやってんの見た。俺改名しようかな。勝手に名前変えたらばあちゃん悲しむんじゃ。アホか。いや、そんなことないって。でもすいません。それだけは。少しでも人と違うものを持っているというのはきっとこの子の力になるので、他のことには口を出しませんから。こうジャンプすると見せかけて一回止まってブロックにフェイントかけてから。うっ、何それ、よくわかんない。当時の身長は190センチ。でも体格だけじゃなく、こいつにあげれば絶対に決めてくれる。おい、なんでよ。何、バーカバーカバーカ。サム、オサムのサム。じゃあアツムはアツムだ。いや、ツムは変やろ。かっこよすぎる。なんでやねん。うん、誰かが見とるよ。しんちゃん、神さんはそこら中におるからな。セターか、スパイが見たかったな。ジバコンかな。ジバ来るか、アホ。ツムアホやな。セターは一番上手いやつがやるクールなポジションなんやで。うまいから、食ってみろ。食わず嫌いしてたもん。やっぱり嫌いだった。さすがエスね。ナイスキーや、すごいな。なんや、むっちゃうまく打てたの。テレビで試合見るたび新しい技やろうとすんのやめてよ。何言ってんだ。こっちのチーム来んなよ。テンド、妖怪は人間のチームに入れないだぞ。確かに妖怪っぽい。セッター、かっこええな。今使えない攻撃技だって、今からたくさん練習してれば高校生ぐらいにはきっと。敵には理由があること。あ、アラン君や。チーズ。あ、双子見に行っていい。ばあちゃんはいつも言うとったけど、そのうち俺はどっちでもええなって思うようになった。遊び相手は年も家も近いプロだけ。おかえり。まだ居残り自主ね。スポーツは特に好きじゃないけど、バレーボールは昔から触ってた。中学は黒に言われてなんとなくバレー部に入った。オサム、セッターやってみ。セッターは一番うまいやつがやるポジションやし、しゃあないな。くんな。あ、すげえ、足がつかない。自転車に乗れたらどこまで行けるのか。周りの子たちと仲良くしてるか。してるし。嘘つけ。レベル上げやる。やる。秋山町出身、影山飛雄です。バレーは小児からです。よろしくお願いします。立ち止まんなよ。人間が通れないだろ。オラ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 。2組の田中だ。お前でかくてかっこいいんだからビシッと待て。よし、今日俺がいいとこに連れてってやる。オッケーです。こんにちは。あのこの間どうもありがとう。どっかで会った。公園で。ああ、でここで何してんの。俺もスポーツやりたくて、野球もサッカーも怖そうなやついたけど。あ、わからずじまいはもったいねえのさ。その人がすごかった。この人超えればまずは県で一番のセッターだ。やるもん。龍之介、その挨拶やめろって言ってんだろ。一応エース的な。強豪のエース。別にそれほどでもないけど、中学からそうだし。すげえ。6人で強い方が強いんだろうが。ボケが。あの時は何を当然のことを言ってんだって思った。今日の練習試合どうだった。行く。アキテル君の試合初めてだ。サーブが全然入らない。どうすればできるの。お、できるまでやればできる。それでも怖かったらどうするの。我慢我慢。ツム、嫌われとるで。で、朝5時頃、寝坊常習の研磨の部屋にしょっちゅう電気がついてて、徹夜したら親にゲーム捨てられるけど、早起きなら問題ねえだろって。ここ1年ずっともう上がったってば。俺の兄ちゃんだって残念な。